よーしやってっか。こんにちは、犬たぬきです。はい、というわけでね、今回はついに見てください、これこれですよ。自動ドアがね、ついに完成しました。イエーイ。まあ、こんな感じにね、ここの感圧板を押すと、ほらこういう風に勝手に入れて、で勝手に閉じてくれるんですよ。すごい。いいねこれ。しかもこいつは単純に動くだけじゃなくて、なんといってもね、この見た目も結構いいでしょう。うん、ピストンとかね全然出てないしね。レッドストーンの回路とかね、レッドストーンパウダーとかそういうのも全然出てないです。もちろんね、こっちの部屋もほらここちょっと狭くしたんだけど、ここの中にねいっぱいあるわけよ。ちょっと開けてみますか。まあ、こんな感じに結構複雑なね作りにはなってるんですけど、ちゃんと壁の中に隠しきれてます。で、意外とこのこっち側の感圧板を踏んでも、向こう側のね感圧板を踏んでも、この開くっていうのは作るの結構難しいんだよね。はい、というわけでクリエイティブモードの方で作り方を見ていきましょう。はい、というわけでこっちがクリエイティブモードです。まあ、クリエイティブモードの方はこっちだったらね、少しはね壊してもすぐに復元できるんで、ちょっと壊してみましょう。中がねこんな感じになってんですよ。こんな感じ、こんな感じ、よくわかんないね。よくわかんないけど結構大変ってのがわかると思います。あとこっちもねこんな感じになってます。はい、頑張ってね敷き詰めたんだよねこれを。うん、でこいつらはねちょっと壁とかあと床とかに無理やり敷き詰めて、で見栄えをね良くしているから複雑な形になってしまってるんで、一回外でね仕組みだけをちょっと分かりやすく説明しようと思います。はい、じゃあねこっちにちょっと作ってみました。でこれだよね、みんながさっき見てたやつは。これ今開いてる状態のやつなんですけど、これ後ろから見るとこんな感じになってます。はい、こんな感じ。うん、ピストンが横と上と下にくっついてて、でこの骨ブロックをこれね、ウィンカシャウィンカシャ動かしていますよと、そういう風になってます。でまあこんな裏から見るとね、こういう仕組みなんですけれども、表から見ると結構綺麗に見えるのはなんでかっていうと、まずはこの白ブロック、こいつらで壁でねしっかり隠してるっていうのと、あとはこれ頭皮の木のトラップドア、これをこういう風にねくっつけることで隠してたんですよ。ほらこれをね外すと骨が丸見えになります。ここをねピッて設置して、こういう風にカタンって傾けて、こういう風に隠していました。はい、で今こっちね後ろ側なんですけど、こっちにも感圧板が必要だよね。こっちもね開かなくちゃいけないんで、だからここら辺をねどうやって作るのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。まずはねちょっと作っちゃうわ。はい、というわけでね、今ねちょっとささっと作ってみました。こんな感じです。でまあちょっと難しそうな感じはするんだけど、一つ一つね見ていけばね意外とそんなこともない。うん、結構簡単です。というわけでね、一つずつ見ていきたいんだけど、まず最初に何を意識しなくちゃいけないかっていうと、これです。これ感圧板をこうやってね踏んでない時、何も踏んでない時はピストンが伸びきってる状態じゃなくちゃいけないよね。扉って閉まってるから。で感圧板を踏んだ時にピストンが引くっていう形にならないといけないわけです。つまりどういうことかっていうと、これ何もしてない時は常に動力がオンで、この感圧板に乗った時に動力がオフになるっていう、そういう仕組みを作んなくちゃいけない。それをこっち側とあとこっち側の両方側に作っていかなくちゃいけないっていう感じです。はい、でそれをね実現するためにはマインクラフトではね、まあこれがやりやすいんじゃないかな。これです。これ吸着ピストンとあとレッドストーンのブロックを使ったやり方です。でこっちの仕組みがこの右半分とあと上だね、上まで動力がいっています。でこのレッドストーンのブロックっていうのは常にね動力源を発してるブロックなんで、こうやってね導線を引いていくと、ほらここのピストンっていうのはオンになっています。だからこのレッドストーンのブロックをまずはこの下方向、下の2つに送っています。であとはこういう風に階段状にして上に持っていって、ここの2つのピストンに動力を持っていってます。
でさらにこの2つの白いブロックっていうのはレッドストーンパウダーのね下にあるから、こいつらも動力源ブロックになります。だからこいつらのおかげでこの下2つのピストンもオンになっていると、そういう感じになってます。でそっから今度はね上に持ってきます。ここのパウダーからこうビーって上に持っていって、なんとかここまで持っていかせることができています。これでね上4つのピストンもオンになってると。だからこの1つのレッドストーンブロックでこの下2つと横4つで、さらに上4つっていうのが今オンになっています。で今基本的にねこの見やすいようにガラスブロックを使ってるのかなっていうふうに思うんですけれども、これねガラスブロックじゃないとダメな場所がいくつかあります。まずはここをねガラスブロックじゃなくて白ブロックでやってしまうと繋がらなくなります。ほらここをね遮っちゃうんだよね。遮らないようにするにはガラスブロックとか、まあ、植え付きハーフブロックみたいな、透過ブロック、これを使わないとダメです。で同じような発想でこっちもダメだよね。ここも透過ブロックにしないと遮っちゃいます。はい。であとさらに言うとこっちがその一つ横、こっちも透過ブロックにしないとここで遮ってしまうんですよ。今度はこっちで遮っちゃうんで、こういう風にね階段状に上げていくときはこのガラスとかね使って透過ブロックを使って上に上げていくってことをやっていってください。あと逆にここはガラスブロックじゃダメだよ。ここはガラスブロックだとこのレッドストーンのパウダーの力によってねこいつらは動力源ブロックになりません。だからこいつらが動かない。そうだからねこういうのはガラスブロックじゃなくて、まあコンクリートブロックでもいいし石ブロックでもいいし何でもいいんで、透過ブロックじゃないやつをね使ってあげてこの2つを動力源ブロックにしてあげてください。まあこの辺ねちょっと難しいんで、完璧にね理解したい人はレッドストーン講座っていうのもねやってるんで随時見てみてください。まあ、とりあえず作れるようになりたいっていう人はまあ見よう見まねでね作ってくれれば大丈夫だと思います。はい、というわけでこれが基本的な状態だと。でこっから今度はこの感圧板に乗った時、この時に動力がオフになるような仕組みにしなくちゃいけません。でそのために使ってるのがこの横のピストンと下のピストンです。はい。でこの下のピストンはこうやってビーって引っ張っていってここに行っています。そうするとねこれちょっと見てもらえば分かるんですけど、ここを踏むとほら動力がオンになります。で動力がオンになるとこの下のピストンが動きます。で逆にこっち側の感圧板を踏むと、ちょっとこれ分かりづらいかな、見えるかな、ギリ見えるかなこの横のピストンが動いてます。こっちねこっち、ほら繋がってるよねここ、だからここのピストンが動きます。で一応注意点として、これねよくやりがちなミスなんですけど、ハーフブロックって透過ブロックなんだよね。そうだからどういうことかっていうと、ここはハーフブロックではありません。ここはちゃんとしたブロックなんだよ、この4箇所だけは。ここをねハーフブロックにしちゃってこういう風に感圧板を置くと動作しません。見てほら動作しない。こっちのハーフブロックじゃない方だったらちゃんと動作します。まあ、なんかこんな感じに下半分がないとこの下までね動力がいってないっていう風に捉えてください。まあ、だから感圧板をね設置するときは必ずハーフブロックには設置しちゃいけないっていう風に覚えておいてください。ハーフブロックじゃない丸ごとあるブロックに設置してください。はい、じゃあそしたらなんでこの感圧板を踏むとこんな感じに扉が開くかって話なんですけれども、これ今ちょっとね右にあるレッドストーンのブロックを見ておいてほしいです。でこういう風に踏むとね、ほらレッドストーンのブロックがピストンによって押し出されるんだよ。でそうするとレッドストーン経由でね光ってたところは光らなくなります。ほらこんな感じに光らなくなってるよね。ちょっと感圧板だと見づらいと思うんで、これレバーに変えます。これ今オフの状態だから閉まってます。で感圧板を踏んだっていう時、これでオンで、こっち見てみよう。こうするとほらビーって導線が来て動力がこっちに来て、はい、ここでピストンがね上にガシャンって上がるわけですよ。で上に上がると今までこっち光ってたやつが光らなくなります。なんでかっていうと、このレッドストーンブロックがね1個上に来ちゃったから、上に来ちゃったからこいつの動力がこっちとかね、あとはこっちの上とかに行かなくなっちゃうんですよ。だからここら辺全部動力が行かなくなってピストンがこういう風にね引いた状態になっているわけです。
これでドアの開閉がうまくできています。もう一回ここをねオフにすると、ほらここ光ってます、光ってます。こいつが下にいるから光ってる、で動力がいっているから閉じている。なんだけどこいつをオンにすると、感圧板を踏むとここら辺光らなくなっちゃう。これがね上に来たから、だから、ドアが開いていると、こういう感じになってます。でこっちも同じような作りをすれば OK だね。ここをもうちょっとレバーに変えます。で感圧板を踏みました。踏むとどうなるかっていうと、こんな感じにピストンが横にレッドストーンブロックを押し出すことによってここら辺の動力がオフになります。だからここが開いてんだよね。まあ、ちょっとこれがねピッて開いちゃってんのは、これは後で直すんで一旦スルーで OK です。まあ、こんな感じに感圧板に乗ってない時はここにねレッドストーンブロックがあるから動力がいってる、動力がいってるからピストン伸びてるから閉じてる。だけどこうやって感圧板を踏んだ瞬間にこのレッドストーンブロックがこっちに来るから、ピストンによってこっちに来るから全てがオフになってピストンが閉じる、でここが開く、こんな感じになってます。でそしたらねもうこっちの逆サイドは同じだね。作りはもう全く同じ。こっちの感圧板を踏むと左右方向に動いて、でこっちの感圧板を踏むと上下方向に、見えないか見えるか上下方向に移動しています。だから全く同じ作りだよね。まあ、全く同じ作りなんだけど、こっちのねレッドストーンブロックの仕組みだけだと、この下とこの右側とあと上の、ピストンにしか動力がいかないんで仕方ないから、こっちの左側にも作りたいからこっちも同じのを作っていますっていう、そんな感じです。でちなみになんで全く同じ作りなのに左右対称になってないかっていうと、これはねもともと僕が作った家の形がそういう形だったからです。はい、こっちこんな感じにカックンって曲がってるところにドア作ろうとしちゃったんだよね。そうだからこの左側はここにねレッドストーンの仕組みが入ってて、でこっちの右側はこの横方向にレッドストーンの仕組みが入ってるっていう、そういう作りになってるだけです。でまあこれはね人それぞれ作っている家の形が違うんで、まあどういう形になるか次第で変わってくるんですけれども、ただねこの仕組み、レッドストーンブロックを横に動かしたり縦方向に動かしたりするこの仕組みさえ分かっていれば、まあ、どんな形でもうまく当てはめることができると思います。だからねこんな感じに自分の家に合わせてうまく収めてあげると見た目も良くなっていくと。はい、で最後に壁を設置していってあげてください。はい、こういう風にすると壁でしっかり隠れています。で中はこういう構造になってるっていうね、いうのが分かると思います。こっちもやっとくか。こっち側はこういう風に縦に作られてます。だからねまあその先にだいたいねこんぐらいの壁の厚さは必要なんだとかっていうのをね把握しながらやらないと、ちょっとね見せたくないところが見えてきちゃったりするんで、そこは気をつけてください。僕の場合はねいい感じにねこのレンガブロックとかでね隠してんだよね実は。ほらこことかね実はこれで隠してるんですよ。でここにレッドストーンのねブロックの仕組みがあってみたいな、そういう風になってるんで、まあ、隠す技術がね必要になってきます。じゃあそしたらこっちもレンガブロックでいい感じにしてあげるか一応。はい、こんな感じにレンガにして、であとここからは普通に白い壁でいいのかな。はい、壁を入れてきます。よいしょ。はい、こんな感じ。これでだいぶ見えなくなったよね。裏から見るとめちゃくちゃ見えるんだけどまだまあただこっちもねこんな感じにくくっていってあげると見えないようになっていきます。はい、いい感じに白い壁で覆えたと思います。で一応ねここがね見えちゃってるんで、ここでね頭皮のブロックを使っていってあげると完璧に隠せます。はい、隠す、で隠すと、おお、一気にそれっぽくなりました。で最後にこことかにねボタンを設置しといてあげればだいぶそれっぽくなってると思います。まあ、ただ最初にもねちょっとあったと思うんですけど、こういう風に感圧板踏むとこのトラップドアが動いちゃう問題、これなんとかしたいよね。これはねもう頭皮の階段っていうものを使います。でなんでここが動いちゃうかっていうと、実はこのブロックが悪さしてるんだよ。
こいつがねいなければここをね閉じてあげれば開かなくなるんですよ。ほら。でなんで悪さをしてるかっていうと、さっきのブロックはねここにいたんですよ、ここに。でここにいるとね、この動力、この動力のせいでこのブロックが動力源ブロックになります。でそうするとこっちのトラップドアがね、ここがオンになった瞬間に開いてしまうわけなんですよ。だからじゃあどうすればいいかっていうと、こいつをね透過ブロックにすればいいんですよ。で具体的には階段ブロックを使えば OK。 これねちょっとトリッキーなんですけど、だいたいこの角度かな、この角度から階段ブロックをこういう風に設置します。そうするとだよそうすると階段ブロックって透過ブロックだから、まあ、まず動力が来ようが来まいが悪さしないんですよ。でしかもここさえ閉じちゃえばね、ピッてやればこっちから見たらさ階段っぽくないじゃん。そう、実はこいつ階段ブロックなんですけど、ここ開けるとねほら階段ブロック。でもこいつは悪さしないし、しかもこっから見たら階段ブロックっぽくないからうまくいってるみたいなただここをね開けると階段ブロックが入ってるみたいな、そういう感じになってます。まあ、というわけでね、トラップドアがね動いちゃう問題っていうのは階段ブロックを使ってうまく回避してください。であとラスト、まあこれはどういう仕組みを作ってるかにもよるんだけど、例えばねここガラスブロックにしてるんだけど、これ普通のブロックだとバグるんですよ。ここをね白のブロックにして、でレッドストーンをやるとミカシャミカシャっつって扉がね常にね開いたり閉まったりしてバグるんですよ。でなんでこんな風になっちゃうかっていうと、この下のね白いブロックが動力源ブロックになることによって、こいつにね動力をねまた送っちゃうんだよね。でそうするとここでねなんかね無限ループが発生してるんですよ。だからここは動力源ブロックにならない、例えばガラスブロックみたいな、そういう透過ブロックっていうのを設置しておくようにしてください。こっちも同じです。こっちもここがね白のコンクリートだとウィンカシャウィンカシャつってずっと動き続けちゃうんで、ここもガラスブロックにしておくと。まあ、難しいねここら辺は。ちょっと難しいんだけれども、なんか無限ループが起きてずっと動き続けちゃうっていう時はガラスブロックにして動力がいかないようにしてあげてください。はい、というわけでね、今回はおしゃれな自動ドアの作り方を解説してみました。まあ、ちょっと作るの難しいんだけど、作れたらねこれめっちゃいい感じなんで、ぜひ頑張ってみてください。というわけで今回は以上です。じゃあねバイバイ。